皆さんこんにちは、セルボ SR です。3週間ぶりの渓流に来ております。今日はそんなに部活みたいに詰めないで、そこそこ釣りを楽しんでからランチ、渓流ランチを楽しむというのが一番の目的です。とは言ってもこの川としては今までで一番高いところからの入渓をやろうとしてます。お、ようやく川面が見えてきましたよ。結構な疲労感。いや、川はまだ夏ですね。よし、天気はバッチリ。先行者はいません。ただ月曜日なんでちょっと魚が叩かれてる可能性はあるんですけど、まあ、ここは今いろんな事情があってここから入れる人っていうのはほとんどいないんで、相当苦労しないとね、まあ、だから土日の影響も少ないかなということで、3週間ぶりの今シーズンちゃんとした釣りをやっていきたいと思います。ただですね、全然水がないんですよ、やっぱ今年ね。今日下流見てきたんですけど、7月6月後半とかよりも水減っちゃってましたね。もしかしたら今年はほとんど魚上がんないかもしれないですよね。ちょっとその辺イワナたちがどういう行動を取るのかよくいまいちまだ分かんないんですけど、今年で渓流5年目かな。お、釣れた。あれた。塩焼きサイズでしたね。さすが厳冬部、水は冷たいっす。おお、来た。釣れた。釣れました。小さいけど。イワナくんですね。刺身サイズ。さすがにまだキープはしません。お、釣れた。釣れました。またイワナだ。サイズアップ、イワナです。すごいね、どんどん出てくるね。必ずチェイスあるもんね。いや、わずか15分の釣りで往路の疲れは完全に癒されましたね。めっちゃ元気になった。さすが渓流。おお、尺すげえ。アタックだった。それなりに登ってますね、魚。よかったよかった。お、釣れた。元気がいいね。よし、またサイズアップ。イワナの22、23ってとこかな。おお、来た。あー、さっきの見ました。今の多分さっきのやつですね。でかいやつ。まだ来るかな。おお、おー、来た。すごいね、何度も来るね。来た。あー、おー、
全然知れないですね。おっしゃ、やったぜー、やった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 、ほら、おかしいなぁ、きっちりフックしてたんだけどなぁ。30ちょうどぐらいかね。おお、すげえアタック、マジか。やべえ、なんか引っかかってる。あれ、ネットが引っかかったわ、俺。イエーイ、よし、すごい出方しましたね、今。ふざけてシンキングミノをフローティングにしてたら来たという、すごい奇跡。すごいですね、このポイント3つまたですよ。1本目、2本目、3本目、こっち。まあ1回だけこの辺りまで来た時はもう時間が有効迫ってたんで焦ってたんですよね。だからポイントを楽しむような感じじゃなくなってたんで、こんなにいいポイントの連続だったとはね。おー、チビが通る、連れておる、連れておる。そんなチビでもないね。刺身だ、刺身、刺身&塩焼き。よしよし、そこそこです。うら、釣れたー。ボン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 。ちょっと待ってください、待ってください、待ってください。いや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 。よいしょ。サバみたいな、綺麗な形ですね。26ぐらいかな。よし、そこそこです。お、追っておる、追っておる、釣れておる、釣れておる、釣れておる。お、なんか他のがまた追いかけてきておる。友達かな、引っかかっちゃった。今日は絶対飯食えますね、言われなし。お、ん、消えた、強一ですね。よっしゃ、でか。さっきのよりちょっと小さいかな。でもいいですね。全然なんかね、ボロ雑巾みたいな当たりでした。おー、でかいのがいるよ。ちょっとこれはふざけていられないですね。お、来た、
でかいの来た。おお、でっか、あー、50だ。ちょっとね、今腹筋が甘かったわ。これもう出ねえんじゃないですか。お、釣れた。全然魚体が見えない。まあまあですね。よし、おー、35ぐらいかな。お、お、釣れた。どっから出てきた君。よっと、お、釣れた。20ぐらいですかね。マジで今日釣れるな。イエス。お、釣れた。めっちゃ釣れるな今日。よし、釣れ。おお、また釣れた。釣れましたぞ、うん。おお、仲間が見に来た。若干サイズアップ。よし、そろそろキープしましょう。これは、これは、これ刺身かな。これいただくか。いただきます。曲がってんな。
相変わらず塩焼きがクソ時間かかる。45分ぐらい経ってますね、もうね。そろそろ米を炊きます。うわち、よし、米のバブリングが止まった。多分蒸らしに入ります。くっ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 、それではようやくイワナ飯が出来上がりましたので、いただきます。ケンタロウインザウッズの7級式ソロバーキロコ、今日初めてです。米はちょっと豪華になっていますね。水が多かったっていうのは、だから外すのが早かったですね。暑い。最初ここ来た時、この場所日陰だった。使った限りだとやっぱり軽くて小さいのが素晴らしいです。それに尽きる。木の周りとか付属とかもすごくいいし、ちょっとやっぱり木は刺しづらいですけど、まあ焚き火台って大体そのもので、確かね、健太郎さんの紹介あったんですけど、下でなんか下に物を置いてそこでも加熱調理ができるんですけど、下すごい暑いです。これ確かに思いますけど、特にこういう塩焼きとかってすごい焼きづらいんですよね。今日もね、ちょっと尻尾が曲がっちゃったんで、尻尾とかってヒレばっかり焦げちゃって、そういう時に綺麗で敷かないと下に置いた方が綺麗にできるかもしれない。結構よく焼けてるはず。いただきます。ヒレの若干の焦げが、濃いっすね。刺身も塩焼きも旨味が明らかに濃い。
のカバーが椅子になるんです。これも強度がフルコースです。さあ、動きまであるんです。僕はキノコやろうと思ってたんですけどね、でかいの釣りたい気もあるんで、帰りのちょっと体力残してもらう。やばいですよ。大丈夫か、帰りましょう。十分満足。前使ってたファイアボックスもいいんですけど、頑丈でね、ものすごい頑丈なんですけど、やっぱある程度長さで切り揃えないと調理ができないですね。あとはもう炭の処理、これは基本的に吹いていけば細かい灰が散ってって本当に必要な炭だけ残ってくる。ファイアボックスを吐き出さないといけなかった。まあ、少しね、あと耐久性化となってくれば、いいかな。良かったですね。基本しけってるやつばっかりだったんですけど、このなんか準備万端みたいな。泡吐いておきました。ほら、こうやると灰が出るじゃないですか。これで下の網の方の下の堆積物は舞い散る。ケンタロさんすごい。今気づいたんですけど、冷めるのがあっという間ですね。金属が細いんで中空だし、多分そのせいで冷めるのがめっちゃ早い。さすが行動派用の焚き火台ですね。ちょっとね、このしまう時の向きがね、慣れないと分かりづらいのかな。たったこれだけですからね。素晴らしいです。これで OK。 はい、14時30分かな。枝沢に着きましたね。なんだろう、意外にサクサク登れるんですけど、スタミナか筋肉か、どちらかがもうね、結構限界超えてますね。行きのこの山越えのチャリが、まさに3週間もっとか、最後に行ったかは遠征だったんで、車で近づけだったんで、近づけ1ヶ月経ってんだな、きっと1ヶ月経つときついですね。筋肉痛になれるのかな、明日多少は。枝沢としては本当最高に穏やかだけど、きつい。山の上ですってんだから帰りは楽でしょ、全部下りでしょって思うと思うんですけど、皆さんそんなことないですよね。
林道っていうもの自体が山の形に合わせて作らせていただいている形になりますので、ずっと上りの林道っていうのは多分存在しないと思いますね。必ずアップダウンがありまして、それがいやらしいんですよ。帰りはね、行きは行きで気力がそがれるって感じだな、どちらかというと。いきなりショートケーキのイチゴが出てきちゃうみたいな、まだ下りたくないんですけどっていうね。やった、駐輪場到着。14時52分、バンクよし、よし、OK。でもですね、渓流長湖でこうやって途中までチャリ使ってると、チャリに戻れた時して乗ってこうやってキロに向かい始めた時の安心感、若干家に帰り着いた感、それはねすごいですよ。自分が納得いく形に仕上げた自転車、自分がメンテナンスしてる自転車、それで駐車場まで帰れるというのはすごく安心です。はい、15時46分駐車場到着。これで今回も生還ですね。ただこのハスラー君の残りのガソリンが2コマしかないんで、うかうかしてるとロードサービス呼ばなきゃいけなくなります。